ホイトーゼノギアス実況プレイのパート29やっていきましょう。さあ、アベ奪還作戦がついに始動します。フェイは一人、まあ、どこぞのね、部隊を襲撃して気を引いている間に、作戦を進めていくということなんだが、何すんだっけ。もう言っていいのかな。ん？何すんだっけ。じゃねえな忘れてる。よっしゃ。では予定通り、2、3の同志がキセレブに偽装して西方警護部隊を叩きます。我々はその隙にユグドラシルで応急を。分かった。だがくれぐれも無益な接種はなしだぜ。アベの軍人はもとよりゲブラーの人間もだ。はい、心得ております。俺はベルトールで一哀れだな。頼みます。今度会う時はもう分かって呼べないね。陛下かな。やめてくれよ、若でいいよ。大凶母さん、もうその呼び方は嫌いなの。じゃあ行ってくるぜ。うん、頑張ってね。マルー様とバルト様、お二人を見ていると希望が湧いてきますわ。古来アベのファティマ王朝はファティマという名により、名になる昔より、ご兄弟やご夫婦、お二人で国を栄えさせる御用が多いのだとか。マルー様がいずれ法王府と呼ばれる、法王府を滑る大凶母様として、バルト様とご夫婦で王座に並ばれる日が待ち遠しゅうございますわ。ちょっと僕は王妃様とか恋人とかそういうのは苦手なの。若と僕は一番の仲間なの。結婚というのは一番の盟友関係でございましょう。それにマルー様がこうしてどんどん綺麗になられたら、バルト様の方が放っておかないと思いますわ。恥ずかしいこと言わないでよねさて、ギアは発見されないようにここで分隊単位で順次発進。明日の1200に国境の岩山に集合。いいな。了解。いよいよだな。腕が鳴るぜ。いくら旧式艦とはいえ、わずか1個中隊で戦艦の相手だ。きつい戦いになりそうだが、お前らの働きいかんで、アベの未来が変わる。よろしく頼む。この通りだ。任してください、若。バンダーカムの尻尾を引きずり回して、キリキリ舞いさせてやりますぜ。なあ、坊主。俺は坊主じゃない。死んでも今日はあげてやれないぜ、おっさん。ん？では若、誓って戦果をあげてきます。フェイ、お前は巻き込んだ俺が言うのもなんだが、気をつけてな。お前もな。俺がいざという時にはマルーたちを頼む。縁起でもないらしくないぜ。が引き受けた。安心しろ。
おや、お休みになられ、なれませんかな。下の一人行動とは。明日はいよいよブレイダブリク。若は王女でありながら王都を知りません。私はそれを不憫だと思って参りました。しかし、今振り返れば王にふさわしく育てようとして、若に王という重荷を背負わせてしまったのでは。そしてそれは、善とある幼子にとって重すぎたのではないか、と思うのでございます。私はひどい大人なのかもしれません。メイソン卿、そんなことはありませんよ。若君が背負うのが嫌なら自分で捨てているでしょう。彼ももう立派な大人です。その重荷を背負うだけの力も持っているはずです。それにその力を若君に与えてきたのはあなた方なのではないでしょうか。シタン様。あ、それだけで、まあいい、ちょっと良さげな会話がね聞けましたが、なんか売り物増えてない？なんかバフアイテムが高いから買わねえけど。ここは変わらないか。スピードリングとかあったらあったでね、いいんだろうけど。でもやっぱ登場するアクセサリーとかのなんかネーミングがね、やっぱクロノトリガーっぽいところがあるっていうか。ちゃんとこの中見て歩けてないかもしれないね。浮かない顔をしていますね。明日は12年ぶりの帰城だというのに。帰城か。王宮奪還が成功したら王様か。似合わねえな。直になれますよ。なあ、シグ。はい。別に王様ってのは誰でもいいんだろうな。希望の象徴であれば、俺でなくっても。私はソラリスにさらわれ、実験台として洗脳されました。だが、帰らねば、という心までは、奴らには消せなかった。その時思い出したのは、一国の王子様ではないただの子供のあなたと、マルー様でした。私は、王朝再建なんてどうでもいい。若の家だから取り返したいんです。俺の家だから？ええ。そのためにも、明日はシャーカンを叩きのめさなくては。違いますか？そうだな。一丁、派手にやるか。では、まず風呂に入ってもらいましょうか。風呂？そのままでは到底王女の風格がありません。
敵の総大将にまみえるのですから、バシッと決めて叩かなくては。お前、今王としての俺はどうでもいいって言ったばかりじゃねえか。それはそれ、これはこれです。誰かが待っているからか、その思いだけで奪われた心を取り戻してしまったとは。まったく大した人ですよ、あなたは、シグルド。暴走だ、止めろ。どんな手段を使っても構わん。読み切れません。文章早くて。っていうね、過去がナラムサスって男にもあったようです。その時にね、見た技がフェイも同じものを使っていたと。どうしたの？だいぶうなされてたようだけど、また例の夢？いや、なんでもない。カール。覗き見なんて、趣味が良くないわね。あなたのお目当ては、大部会に出ていたあの子かしら。一目で分かったわ。だって、あなたによく似た子だものね。封印に手を回し、あの男を使ったそうだな。何を企んでおるのか知らぬが、くだらぬ密謀など、などせず、くだらぬ密謀などせぬことだ。うぬらの手出しは無用ぞ。あら、もうあなたのところに。相変わらず耳が早いのね。でも心配しないで。あなたの大切なものを奪ったりしないわ。協力してあげているのよ。だってあなたは私を。お？どうした？いえ、今一瞬人工的な音源を捉えたような気がしたんすが。程度の近くだ。それは何杯かは船が、何杯かは船がいるだろう。競争じゃありません。砂中です。砂中？戦車艇は阿部寛といえども、この船いっぱいきりだぞ。
安倍の管制本部に潜り込ませた連中からも心臓管の情報は入っていない。バンス、再補足は？再補足できません。砂クジラだったのかも。バカ、 F バンドの使用原因が急増中。オート防衛隊の使用通信隊です。おっと、表層に抜病音、機関門指導音多数確認。オート防衛隊出航っすね。これはキスレブの国境守備隊通信も傍受。英文です。緊急出動の是非を本国に問うています。国境でうまく騒ぎを起こせた模様。よし、状況を開始する。内科出てんのかな。準備。我々が上陸したら艦を隠せ。若、何やら悪い予感が。重々お気をつけあれ。大丈夫だ、G。なんだ、こんな小娘が俺たちの指揮官だってのか。幽玄と出たてのエリートさんだとよ。キスレブへの潜入作戦、一人で逃げ帰ってきたそうじゃねえか。土産もなしだな。通りで綺麗な顔しちゃって、ま、戦向きじゃねえわな。あなたたち、上官に向かってその態度は何？慎みなさい。おお、怖。僕らにそんなものは関係ないよ。それにちょっとばかし美人だからって調子に乗るんじゃないよ。けっ、この野郎嫉妬してやがるぜ。なんだと？僕の方がずっと綺麗なんだ。嫉妬なんてするもんか。おい、その変態を黙らせろ。虫巣が走るぜ。まあそういうわけだ、隊長さんよ。せいぜい足手まといにならないでくんな。申し出せてやれ。と言っても一応あいつを動かせるんだ。見かけだけで判断はできんか。なんであの機体は、見たことねえぜ。士官専用新型機ビエルジェ。なんでも波の精神力じゃ稼働もさせられないって白物らしいぜ。腐っても有限とってか。へえ、そりゃ楽しみだ。お手並みを拝見しようか。これがエリー専用機。一気に山頂を目指す。ゆっくりする時間はないぞ。3回。なんかあんのかな。お、宝箱が。あれ取りて。普通に雑魚敵出んのかい。なんか乗っ取られてない？防御力低下。もう耐える。走行版プラス2。なんもねえぞ。こいつらか、なんか見覚えあんな。ベルトールは現状の最大強化してるんで、そうそう。当たんねえ。
修理していいか。厄介な。レベルアップ。敵出るの早くない？またこちらか。弱攻撃とかだったら当たんのかな。なんか殴りたくない感じもするけどね。当たった。あ、宝箱あったね。今取りたい。届いた。先宝箱取らせて。また落ちた。え、呼べられた。装甲版とかな、もうちょっと高く売れるんだったらなんかまた話変わってくるんだけどね。反応値アップ一緒に行動してるギアの人たちもさ、戦闘を手伝ってよ。一番厄介だな。うん、中攻撃くらいだったら当たるね。それでいいんだ。弱でワンパンするんだったらそれでいいな。アイテムとかないのかな。落ちるって。そのタイミングでちょっと弱ほら、なんかありそうだけど、あ、なんか今あったよ。
見えたよ。もう敵出てくるタイミングがもうほんと最悪。なんだこいつ。名前と見た目合ってねえだろ。結構体力あるし。うわ結構耐えるね。 OK。 しかも経験値少ねえし。はいはい、え、またこいつか。大事な戦闘前にこんなエネルギー消費していいんだろうか。金塊でか。反対側に飛ぶ。あ、セーブポイントあった。邪魔。やれるギリギリのラインにちょっと見極めておきたいな。これでいける、あ、いけるいける。いいね、レベルは上がったんだ。迷い込んでしまいました。上の方では強さのギアがブンブン飛んでました。ところでキロムランです、いかがですか。で、ギア用のもの補給できるならね、やってもらいたいところだけど。とはいえ、そんな燃料タンク保護、でも高えな。整備とかはさすがに今持ってるものを超えはしないでしょう。じゃあ補給だけでいいね。うん、キャラ用のもの、回復アイテムはそこそこ持ってるんだよね。換金アイテムってことでいいのか。いいね、金持ち。OK。 じゃあセーブポイント待って、切りもいいんで一旦一区切りにしておきましょう。さあ、こっからどんなバトルが待っているのか。まあ大体予想ついてきたけどもね。できればやりたくねえな。はい、ではゼノギアス実況プレイのパート27、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。